ファンを生み出すコンテンツが、ビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト。超ブログ志向。はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、運命の選択というテーマで、お話していきます。まあ、この二択があってですね、どちらを選ぶのか、それによって自分の運命が決まるという、まあ、究極の選択ですけど。 まあ、えー、子供のね、遊びとかでそういう、まあ、どっち選ぶみたいなね、ものがあると思うんですけど、これですね、どっちを選ぶかによって、本当に全く違う人生になるわけですね。で、今回、まあ、どういうですね、究極の選択になるかっていうと、成功するのか、成功できないのかっていうですね、この二択になるわけですね。成功するのか、失敗するのかではなくて、成功できるのか、成功できないのかっていう、この二択になります。 で、多くの人がですね、成功できないのは、この成功する方の方法とかね、成功する方の選択をしないからなんですよ。で、そんなことあり得るってね、思うかもしれないんですけど、実はあり得るんですね。だって普通に考えたら、成功する選択肢があったらみんなそっちを選ぶと思うじゃないですか。でも、 おそらく世の中の半分以上の人は、この成功する法則っていう方を選ばないんですね。なぜかというとですね、もう一個選択肢があって、こっちは何かっていうと、失敗しない選択ってのがあるんですよ。だから、成功する選択肢と失敗しない選択肢なのね。失敗しないイコール成功ではないので、ここがイコールになってないわけですよ。失敗しないってことは要するにチャレンジしないってことなんで。 っていうことは、大きな何かね、成果とか、結果とか、そういったものも手にすることはできないわけですね。失敗しないってことは基本的に今の自分にできることしかやってないってことなんで、何かにチャレンジしてるというわけじゃないんですね。失敗と成功はセットになってますよね。成功者ほどたくさん失敗をしていると言われているわけですけど、失敗しないっていう選択をした、イコール成功も 手にすることができない,というふうになるわけですけど多くの人はおそらくがおそらくですけど無意識的にこの失敗しない方の選択をするんですねなぜかというと人間の潜,潜在意識というか本能ですねこれは一番何を優先するかとうと生存するっていうとから潜在意識とかもとにかくこの生存っていうのを一番最優先に考えるわけですね だから変化を嫌うってもそうなんですよ。変化ってのはリスクを伴う。危険を伴うから変化しないっていうふうにね。潜在意識は働くんですね。無意識のうちに。だからそっちに引っ張られちゃうわけですけど、でもそれが本当にその自分にとっていい選択なのかって必ずしもそう,いうとは限らないわけですね。常にそのセーフティーなね、生存するっていう選択肢が正しい選択肢なのかというと、そういうわけではない。でも何も考えずに日々生きていると、 この成功する道ではなくて失敗しない方の道を選んでしまうわけですね。これはちょっとね、あの、変な風に捉えないでほしいですけど、わかりやすい例で言うと、とりあえず大学に行って、とりあえず就職するみたいなもんですね。多くの人はなんでそういう道を選ぶかっていうと、失敗したくないからですよ。何か自分の夢に挑戦してうまくいかなかった時にね、まあ辛い思いをしたくないとか、あるいはその経済的に困窮したくないとかね。 そういう思いがあるから、チャレンジするっていう道よりも、無難な、平坦な道をね、選ぼうとするわけですよ。でもそれで、じゃあ本当にね、成功をつかめるのかっていうと、そうとは限らないわけですね。成功の定義っていうのは人によって違うので、必ずしもそのお金持ちになることだけは成功ではないので、むしろお金持ちにはなれないけど自分のやりたいことをやりきったみたいな、そういう人はまあ成功者と言えるわけですよね。っていうふうに考えると、 果たしてそれが正しい選択なのかということなんですね。だからこの失敗しない方の選択肢っていうところを選んでしまう。それはそして人間の本能的なものなので何も考えていないと自然とそっちに流れてしまうんですね。だからそれが本当にね、一番の大きな分かれ目、運命の選択になるわけですね。 この成功する方、もちろん成功する方ってのはリスクも伴うので、当然失敗もありますし、たくさんね、いろんな痛みを味わわないといけない可能性もあるわけですけど、でもそっちに進んでいけば成功できるかもしれない。もちろんできないかもしれないですけど、でも、失敗しないっていう方を選んだ時点で成功する確率はゼロになるわけですね。なので、そこでどっちを選ぶのかってことです。で、こういった選択っていうのは日々いっぱいあるわけですけど、まあ、 人間のの潜在意識っていうのはね、とにかく自分を守ろうとするっていう働きがあるので何かじゃあ例えば自分にとってちょっとねハードルが高いなーみたいなそういうチャレンジが来た時に逃げるっていうね選択をするわけですやらないっていうねでもそのチャレンジをしたことによってひょっとしたら大きなチャンスをつかめたかもしれないわけですねだから本当にこの成功したいんであれば失敗しないって っていう選択肢は絶対に避けないといけないというわけですね。だからとにかくそういう二つのね、えー、例えば自分が選ぶことができるんであれば、その無難な方とか、失敗しない方とかね、簡単な方とか、そっちを選ばないってことです。自分にとって負荷のかかって、その、いいプレッシャーがかかるとかね、そういったものを選んでいく。それって、能力の問題じゃないと思うんですね。 能力の問題というよりは考え方の問題だと思うんですよ。だから成功者とそうでない人の一番の違いっていうのは物事の見方とか考え方なんですね。だからもし今世界でね、いわゆるその経済的に成功していると言われている人たちがそういう失敗を避けるという選択を取っていたらどうなっていたかということですね。ザッカーバーグが起業するとかね。 Facebook をビジネスにするって選択肢をしなければ、Facebook とかね。まあ、s t a g r a m もあったかもしれないけど、Facebook とかなかったわけですし、ね、ジェフ・ベゾスが起業しないとかね。っていう選択肢をしたら、Amazon はなかったわけですよね。だから、そういう、結局、もちろん彼らもいっぱい失敗してるだろうし、最初はそんなにね、めちゃくちゃできる人間じゃなかったと思うんですよ。で、そういういっぱい失敗を繰り返す中で、 どん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 ね、こう、レベルが上がっていったりとかっていうところがあったと思うんです。もちろん元から優秀だったっていうところもね、あるとは思うんですけど、でもそれだけじゃないと思うんですね。結局そだけ、それだけ優秀な人であっても、選択を間違えたらうまくいかないというかね、成功をつかむことはできないということなので、これが本当に恐ろしいんですよね。しかもその運命の二択っていうのを僕たちは日々何も考えずにですね、過ごしているがゆえにですね、 いつも間違った方のカードを引いちゃうわけですよ。目の前に2枚カードが置いてあって、好きな方を引けると。で、一つは当たりで一つは外れみたいな感じになっていた時に、何も考えていないがゆえにですね、毎回外れの方を引いてしまうみたいな。だからいつまで経っても当たりが出ないみたいなね、感じになってしまうので、この失敗を避けるっていうのが実は、人生における失敗につながってたりするわけですね。で、ここに、 でいう人生における失敗っていうのはその貧乏になるとかそういうことではなくて後悔を生むということですね後悔のある人生っていうのは僕は失敗だと思うので結局失敗を避けたがゆえにですねやりたいこともやれずに人生を終えるそれこそが人生における最大の失敗だと思うのでっていうふうになるとね常にその、ね、失敗しない選択をするっていうのは実は失敗へつながるね 選択肢、運命の選択だったというふうになるわけですね。だから本当にこれって気をつけないといけなくて、ねえー、言われて初めて、あ、確かにそうだなみたいな感じになってしまうんだね。そもそもの能力とか知識とか、そういったこと以前にどっちを選ぶのかを間違えてしまったらもうその時点でダメというかね。 まあ自分の欲しい結果は手に入らないみたいな。もちろんその一回の選択で全部は決まるわけじゃないから、日々そういう選択がを繰り返しね、僕たちの目の前にやってくるわけですけど、その時に毎回毎回外れの方ばっかり引いてたら、それはね、成功を手にすることはできないと思うんで。じゃあ成功するにはどうすればいいのかっていうと、失敗しない方ではなくて、成功する方を選ぶわけですね。もちろん保証はないですよ。 しょうがないけども、そっちを選べば可能性は残るわけです。でも失敗しない方を選んでしまうと可能性はゼロになるということですね。なので、えー、そこはね、しっかりと理解しておく必要があって、これね、本当にあの日々生きていく中で、この無意識に生きて、無意識にそういうね、痛みとか、そういったものを避けるというのは、実は僕たちを守っているようで、成功から遠ざけているようなね、 状態になっているので、特に注意が必要だということです。